ここなら釣れそうだな。それ。
これ。まあこんなもんかな。それ。まあこんなもんかな。それ。まずまずかな。それ。はあ。それ。よし、ゲットだ。さてと、ロバーツ主任から…ええ、早速、受付のランフィーさんに…おや？リーダー室長！それに、マリアベルさん。今日は、IBC の方にいらしていたんですね。ああ、銀行での仕事が随分溜まっていたのでね。ベルに手伝ってもらいつつ、ついさっき一通りの仕事を済ませてきたところなの。皆さん、こうして顔を突き合わせるのもなんだか久しぶりですわね。エリーも元気にしていたかしら。おかげさまで先日支援課も再始動した。どれどれ。良好のようですわね。この柔らかく温かな感触、死体の下に確かに感じるしなやかな筋肉の手応え。
ちょっかいを出してませんわね。な、会っていきなりそれですか。ロイドさんは危険人物ですし、定期チェックは当然のことですわ。もしそのような行動を取ったことが発覚した場合、分かっていますわね。警戒されてるね。もうベルったら。やれやれベル、せっかく久しぶりに会ったのだからもう少し自重したまえ。改めて新メンバーのノエル君とワジ君も馴染んでいるようでな。特務支援課の再始動、この場を借りて祝わせていただこう。その説はどうも。支援課への推薦の件改めて。能力者の支給の件もありがとうございました。あんな素敵な能力者を運転できるなんて。君たちの役に立てたなら私も新市長となった甲斐があったというものだ。市長と IBC 総裁、この2つを両立させるのはなかなか、まあ、お父様の場合お忙しいのはほとんど何でもかんでも引き受けてきて、手伝わされるこちらの身にもなってほしいものですね。すまないベル、クロスベルのためを思うと手の行きどころが分からなくてね、ついつい身の丈以上の仕事を引き受けてしまいがちなのだよ。おじい様もおじ様のバイタリティには感心していらっしゃるみたいです。彼のような若い政治家こそ今のクロスベルに必要なのだと、よく嬉しそうにおっしゃっていますよ。大先輩のマグダエル議長にそう言われると、とはいえ私も政治家としてはまだまだいろいろと勉強させてもらわなくてはね。ああ、お父様、そろそろ新市長ビルの方で打ち合わせのお時間ですね。おっと、そう、それでは諸君、私はこれで。すみません、なんだかお引き止めしてしまって。いやいや、そんなことはないさ。おかげでリラックスできたよ。何か困ったことがあったらいつでも言ってくれたまえ。他ならぬ君たちのためなら惜しみなく助力させてもらうよ。ありがとうございます。おじさまもベルもお体にだけは気を。ありがとう、エリー。それでは失礼させていただきますわね。お疲れ様でした。やっぱり相当月末の通商会議も迫っているし、昨日の動力者といい、僕らのためにいろいろと手を回してくれてるみたいだしね。ああ、忙しすぎて体を壊さないよ。とにかく今はロバーツ主任の。はい、受付の。こんにちは、ランフィーさん。あら、ロイド様にエリー様。どうやらまた特務支援課。ええ、これからも改めてよろしくお願いしますね。ええ、もちろんですわ。それでは本日エプスタイン財団のロバーツ主任に依頼された件なんです。ああ、その件でしたら受けたまわっております。そうですわ、その前に以前支援課の皆様にお渡しした換金サービスに使うカードの有効期限が切れてしまいまして、新しくご用意いたしましたのでこちらをお受け取りください。このカードを以前のように受付にてご提示ください。通常より高い換金率で。そんなサービスを私たちが受けてもいい？ええ、皆様はクロイス市長並びにマリアメロお嬢様の大切なご友人ですから、便宜を図るのは当然のことです。それじゃあありがたく受けさせて。ぜひ今度利用させていた。お待ちしておりますわ。ではロバーツ主任にお取り次ぎいたしますので。やあ君たち、お疲れ様です。ロバーツ主任、
依頼を見て来てくれたんだよね。いやー本当に助かるよ。君たちにぜひともやってもらいたい仕事だったんだ。なんだか楽しそうな内容だったよね。なんとかってサービスの最終テストがどうとか。確かポムットでしたね。なんだかどこかで聞いたことのある名前ですね。言われてみれば確かにきっと楽しいと思うよ。それじゃあ早速だけど仕事を。ええ、それでは仕事の内容を説明して任せてくれ。実は近いうちにポムットという動力ゲームを配布する予定でね、市内の動力ネット端末所有者に向けて開発を進めていたところなんだよ。動力ゲーム？それってビリヤードやポーカーみたいなものとは違うのかい？まあ一定のルールにのっとって勝敗や得点を競うという点では最も異なるのは端末の画面上のものを。なんだかすごそうですね。それじゃあ今回の依頼の。もちろんこのポムットのテストプログラムを組む以上バグは出てしまうものだから。でもその程度のテストなら財団でもできるんじゃないのかい？このテストは少し前からヒオ君に手伝ってもらってたんだけど、実は2つほど問題があってね。どうしても財団の外部に手伝いが欲しいんだよ。2つの問題？まず1つ目だ。ヒオ君は時々テストに A4 システムを持ち出してたみたいでね。だからちょっと有用なデータを取れたとは。A4 システム？ティオちゃんが何度か使っていたあれね。前にちょっとだけ教えてもらったわね。ああ確かに動力端末や魔道場を扱う時に使っているシステムという話だったんだ。この際だから改めて僕から説明しておこうかな。 A1 システムとはティオ君の胸部プロテクターに内蔵されたシステムの名称だ。オーバルスタッフによるノーウェイトでの動力魔法の発動やティオ君の高速処理能力、それらを補助するというのが主な機能になるかな。このシステムを使いこなすのはかなりの適性が必要なんだけどね。全然簡単じゃないような。やっぱりティオちゃんがいないとこの手の話題は厳しいわね。要するにそのシステム自体はテストには適さなくな、なんでも A4 システムで常人じゃ組めないような大連鎖を組んだりして圧勝をヨナ君がテストに付き合ってたらしいけど一度も勝てたことはなかったそうだ。ああでもティオ君がずるいとか言ってるわけじゃないからね。くれぐれもティオ君に。おは、はあ、ああもう一つはこのゲームが対戦ゲーム。さっきもちょっと触れたけどこのゲームは遠方の端末同士で遊ぶことが。だからどうしても。なるほど。それにしても離れた場所同士で遊べるってこれは動力ネット構想。動力ネットがもっと普及すればたくさんの人が楽しく遊べるようになる。例えばこんな雨の日にも家の中にいながら友達と楽しめるしね。へえ、すごい時代になりましたね。ちょっと話はそれだけど、ってことで君たちには。これはそのメモリークォーツに完成。それを支援課の端末にインストールすれば。すインストール、要するに端末にプログラムを組み込む作業ですよね。前にティオちゃんがやっているのを見たこともあるし、なんとかなると思うわ。それじゃあエリー、よろしく頼む。それと、あ、ちょっと待ってください。要するに、まあ対戦を遊ぶために必要なものとだけ考えてくれればいいや。難しいことは置いといていいから
とりあえずベータ版をインストールするときその後エニグマで連絡を、まあ、とりロバーチ主任によるとこのメモリークォーツを端末にインストールするんだ。それじゃよろしく頼むよ。ええ、やってみるわ。これでよし。もらっていたロバーツ主任のアカウントも入力しておいたわ。へえ、結構手際がいいじゃない。ほんとエリーさんっていろいろなことに政治や法律のことなんかにも知識も豊富みたいですし、これに関してはティオちゃんがやっているのを見ていたというだけだ。説明書なんかもあったし、よく読めばそんなに難しいことでもなかったわ。いや、でも正直助かるよ。俺なんかやっと端末のキーボードに慣れたくらいだからさ。どういたします。それでロバーツ主任に連絡。ああ、早速かけてみる。ええ、大丈夫です。次はそれじゃあ一つ僕と対戦してみようか。端末からポムットを起動してみてくれ。そこに僕のアカウントが表示されるはずだから、それを選択する。そうだ、せっかくだから支援課のリーダーである君が代表として対戦し、ね、あ、それじゃあ席を変わる。開発者でやる任せられる男か。改めて確かめさせてもらうよ。なんだか本音が聞こえてきたような結構な親バカみたいだね。わざわざ支援課に依頼して。いや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 、せっかくの勝負だしちょっと気合を入れただけさ。それじゃあ早速。ロバーツ主任が待ってるし。負けて。ともあれ。
Yeah.
相変わらず相変わらずジンゴちゃんが見せ場をやっているのね。クロスベル市にいくつかある闇ブロ武器弾薬も扱っているって警備隊で噂。まあそういう店の中ではまだ良心的な方、主人はかなりの除血だけどね。そうみたいだな。とにかく足支援課か。しばらく見なかったけどご無沙汰した噂には聞いてたけど、どういう風の吹き回しだ。ま、思うところが今度トリニティあたりでつまみに話させてもらうよまあいっか。それで私に何か用かい。ルバーチェの放出品なら一通りさばいちま。そんなことをしてたのか。実はアシュリーさんに伺いたいことがあるんです。元武器商人としてのなんだ、サオたちが本格的に動き始めた件についてかい。さすがにご存知でしたか。多分それとは別件だとは思うんですが。関ヶ尾赤毛の異常、心当たりはあり、裏社会に属する男なのは間違いなさそうですか。該当しそうなやつだったら何人か心当たりが。だが今この状況でクロスベルに来るとしたらへえ、そんなにヤバい心当たりがあるのかい。さて、ただ私の想像がもし最悪のケース、あんたらの手に負える相手じゃないのは間違いないだろうね。そこまで、やはり両兵かテロリストあたりですかさてね、もしその男だった場合、一応こちらも付き合いがある。ペラペラ喋るわけにはいかないさ。両兵ならともかく、テロリストなら放置できません。いくらクロスベルとはいえ、テロ行為を罰する法律はあります。最低限の情報だけでも教えてもらうわけにはいきません。ロイド、ガイの弟だったか。いい目をするようになったね。アシュリーさん、兄貴と面識が。今じゃダドリーあたりもたまに顔を見せるが、当時旧市街組んだりまで足を運んでくる水凶な捜査官、面白い男を亡くしたもんだよあのバカに免じてこれだけは答えてやろう。私の最悪の心当たりはテロリストってわけじゃない。ただ人食い虎みたいな危険な男ではあるけどね。人食い虎。やれやれ、最悪の相手じゃないか。まあその男かどうかはまだ決まったわけじゃない。あんたたちが見た男ってのは一人きりだったんだろう。やつなら大抵部下か連れが同行しているはずだからね。そうなんですか。となるとやはり軍隊関係者ですかここまでだ。これ以上は自分たちの力で迫ってみる。わかりました。情報ありがとうございます。荷ほどきしなくていいのか。なあ、この天気だし急ぐことはないだろう。それよりジンゴ、あんた昨日町に出た時、変なやつ、そんなのいっぱいいたぞ。バカンスルックの若造とか、パンを山ほど買ってたシスターの姉ちゃんとか、あのワジも変なやつだしな。そっか、ならいいんだ。まあ気にしすぎか。
もし奴が来たんだとしたら娘も連れているだろうからね。交換やんなインバリ、さすがの迫力でしたけど。まあ、ああいう業界には独自の神器があるはずだから、あそこまで教えてくれただけでも感謝しましょう。そうだな。それにしても人食い虎みたいな男か、テロリストでないとすると両兵の可能性が高そうだけど。まあ両兵の場合一人ってのはちょっと不自然、そのあたりも含めて課長さんに報告しておけば。ああそうしよう。両兵関係ならランディが何か知っていそうだけど。まあいい、支援要請も片付けたし一旦支援課に戻るか。待てやこら。あ、バルドか。この人、サーベルバイパーというチームをまとめている人だけど。バルド、どうしたんだい。あんまりチームの方にも顔を出してないそうじゃないか。うるせえ、俺のことはどうだっていい。それよりもてめえ、サツの犬になりやがったらしいな。どういうつもりも何も、テスタメンツのみんなは納得してくれたし、他の誰にも迷惑はかけていないけど。てめえ本気で言ってんのか。この俺様とバルド・バレスと決着つけずにチームを抜けようなんて許されると思ってんのか。あ、バルド待ってくれ。そのこれには事情が。うせえ、ガイアはすっこんだろ。ワージ、てめえがどんな狙いで札に入ったのかは知らねえ。だがな、まさか五体満足でここから抜けられるとは思ってねえだろうな。バルト。おい、ワジ。いいから任せて。ねえ、バルト。ひどく当たり前のこと、テスタメンツにしろ、サーベルバイパーにしろ、ずっといられる場所じゃないのは君にも分かっているんだろ。何？僕がテスタメンツを結成したのはここで好き勝手をしていた君たちへの抑止力になるためだ。だが最初はひ弱だったテスタメンツのみんなも成長、僕一人が抜けたって君たちに対抗できるくらいにね。僕の役目はもう終わってるのさ。てめえ、そしていつかきっと他のメンバーもチームから巣立っていくはずだ。モラトリアムの季節を卒業して自分だけの道を見つけていく。僕はそう信じている。ワジ、ワジ君。君たちサーベルバイパーも同じだ。乱暴者は多いけどマフィアの誘いに乗らないだけの気概と根性を持っている。だからバルド、きっと君も道を見つけられるはずだ。まさかてめえがそんな甘っちょろいことを抜かすとはな。もういい、それ以上喋るな。てめえはこの聖域を汚した、絶対に許すわけにはいかねえ。そうかい。おい、ワジ。ロイド、手出し無用だ。このタイマーは僕一人で蹴りをつけなく。そのくらいは分かってるみてえだな。徹底的に叩き潰して地面に這いつくばらせてやる。そうすりゃてめえも少しは目が覚めるだろう。おしゃべりは終わりだ。ああ、これはバルト。
本気で行くよ。やれやれ、怖いもの知らずだな。行くよ。覚悟はいいかい？それそれ。はあ。甘いね。やれやれ。ぶっ殺してやれ。くらいやれ。さてと。バカな。ありえねえ。まさか今までずっと手を抜いて。ランディじゃないけど、今のはちょっとした反則技さ。でも今日の君には、ってこれが僕が見せられる最後の誠意さ。マジてめえ。さよなら、バルト。この2年、結構楽しかったよ。ふざけろ。絶対に認めねえぞ。てめえ一人抜けるなんて認めてたまるかよ。わじー、わじくん、そのみっともないところを見せたね。ちょっと僕らしくもなく熱くなっちゃったかな。いや、なんていうか、男なんてそんなもんだろ。男の子の気持ちはちょっとわからないけど、あなたが彼に誠意を持って向き合ったのはわかったわ。うん、うん、いつかきっと彼にもわかってもらえると思うよ。そうだといいけどね。時間を取らせた。とにかく別の場所に行こう。
はい。どうもロイドさん、雨の中ご苦労様です。ああ、どうしたんだ、緊急要請でも入ったか。それがバイツのビクセン町長を覚えてらっしゃいますか。ああ、もちろん。ひょっとして鉱山町で何かあったのか。それが鉱山に魔獣が現…といっても町から少し離れた場所にある旧鉱山らしいんですけど。ね、そんな場所なら魔獣が現れてもおかしくはないと思うけど。はい、鉱員の方たちが被害に遭ったわけじゃなさ、ただ内部がどうもおかしなことになっちゃっているみたいで、念のため調べてもらえないかということでした。おかしなこと、ちょっと要領を得ないな。わかった、市内の緊急要請は片付けたし、これからマインツに向かうよ。先ほどマインツ山道方面、余裕があったら。そうか。それとクロスベルシと違って山道方面は晴れているみたいです。せっかくだから動力車で行ってみたらどうですか。そうなのか、わかった、ありがとうフラン。何かあったらまた。はい。フランからみたいですね。マインツ方面で何かあったみたいだけど。ああ、旧鉱山というところで妙なことが起きたらしい。市内の支援要請も片付けたし、準備ができたら行ってみよう。な、山道方面は晴れているそうだから車で行ってもいいかもしれないな。了解、リー。もし車で鉱山町に行くなら支援課の裏口に行きましょう。行くぞ。セイト。やれやれ。セイト。行きます。は。私の番ね。はい。よし。セイト。や。僕の番か。行くよ。はい。
立てて。やっ、よし、やっ、やっ、行くよ。よし、やっ、やっ、行くよ。シュシュ、はっ、私の番ですね。やあ、任せて。やっ、俺の番だ。えい、やっ、行くよ。シュシュ、よし、やあ、任せて。はい、よし、えい、はっ、僕の番か。シュシュ、任せて。そこ行きます。やあ、これがみんなの力ですね。それ。
まずまずかな。それ。
俺の番だな。みんな
大丈夫か？綺麗。絶景ですね。へえ、一見の価値ありだね。ああ、晴れてよかったよ。山道方面が晴れっていうのは確かだったみたいだな。えいっ！やっと！任せて！はい！さて、ひょっ！行きましょう。
車を使わないでここまで。景色も綺麗だったし、いいんじゃないかしら。そうですね。ちょっと残念かも。やれやれ、こんなに歩かされる部署だとは思わなく。ところで、あっちにも道が続いてるけど何があるんだい？ああ、ローゼンベルク工房さん。ちょっといわくつきの人形師がいらっしゃるんだけど。へえ、
あの知る人ぞ知る人形工房か。そういえば例のオークションで、ああそんなこともあったな。結局あれが誰の仕業か。もう蓮はいないけど、ちょっと様子を見に行こうか。行くぞみんな。Thank you.
一気に行くぞ。せっじゃ今だわ。みんな行こう。みんな怪我はない？よし、えいっと。任せてくれ。シュシュ、なんだ、その程度かい？つもりはない。いかに十三工房の統括者といえ立ち入る権利はないはずだ。まあいいだろう。あれはナンバー15の所有物だ。元より取り上げるつもりはないさ。しかしマイスター、データは一通り渡してもらうよ。それがあのお方のご意志でもあるのだからね。お主に言われるまでもない。本当に仲が悪いな。博士も嫌われていると分かっててわざわざ訪ねなきゃいいのに。何を言ってるのか。私とマイスターは旧知の仲だ。特に人形作りに関しては固い師弟の絆で結ばれているんだからね。ざれ言はやめるがいい。所詮もわしの技術など結社にしてみれば古臭いもの。お主の統合理論があればわしに耐える必要などあるまい。ご謙遜を。こと人形の調整にかけてマイスターの右に出る人間なんてこの世に存在しない。ああ、でもパテルマテルにつけたあの回路だけは。あれじゃせっかくの殲滅天使のポテンシャルが無駄になってしまうじゃないか。この軌道が。すみません。おや、あれ、お客さんみたいだね。カンパネルラ、用件は済んだだろう。
その不快な男を連れてとっとと立ち去るがいい。了解。ほらほら博士、さっさと次に行かないと。今日中に用を済ませてラボに戻るんだろう。もちろんだとも。それではマイスター、これで失礼させてもらうよ。例の子たちも完成次第チェックをお願いするからね。くどい、とっとと失せるがいい。それじゃあまた。何をほうけている。すみません、はじめまして。クロスベル警察特務支援課の者で。ローゼンベルク工房の主。レンから多少話は聞いておるよ。レンはリベールに去った。ここに何の用だ。いえ、近くに来たので挨拶に伺っただけなんです。その来客中に失礼し。招かれざる客だ。そのだが今は特に話すことがあるわけでもあるまい。何か用件ができたら改めて尋ね、レンに免じて話くらいは聞こう。しいけど、何か仕掛けでもあるのかな。ああ、レンに聞いた通り。それにさっきの来客も気になるな。ええ、招かれざる客って言ってたけど、なんていうか、その怪しげな感じだったわね。そうですね、まあ危険そうには見えませんでしたけど。危険そうには見えないか。僕の番か。シュシュ
れやれ。俺の番だな。せいや。あたしの番ですね。そこ。よし。やっ。グラッツェ。さてと。先生。僕の番か。シュシュ。あたしの番。任せて。そこ。よかった。せい。にゃ。えい。にゃ。一気に落とすよ。了解。今だわ。みんな。上出来かしら。やるじゃない。みんな立て直すぞ。やれやれ。シュシュ。よし。はあ。やっ。ありがとう。任せて。そこ。行くぞ。やっほあたしの番ですね。やっ行くよ。先生。任せて。やっよし。えいっほそこだ。はい、やあ。行くよ。先生、つい。やあ。甘いね。守りたい、このクロスベルを。さて、はい、そこ。
行くぞ。せい、迎撃完了。みんな先に進もう。俺の番だな。さてと。僕の番か。任せてくれ。やれやれ。俺の番だな。やれやれ。負けられない。負けるか。負けられない。面倒だな。まだやれる。何とかしないと。まずいね。負けるか。何とかしないと。負けるか。面倒だな。なんとかしないと。まだやれる。まずいね。まいったな。負けられない。負けるか。なんとかしないと。負けるか。なんとかしないと。まだやれる。負けるか。負けるか。すまない、みんな。すまない、みんな。
やれやれ先生。私の番ですね。Thank you.
成功、チャンスですというのは。えいはっ、私の番ね。やい、私の番ですね。そこ行くよ。シュシュはっ、私の番ね。そこ任せてくれ。やっと迎撃完了。みんな先に進もう。そこ僕の番か。キュキュッ